こんにちは、山寮と申します。さあ、郵便いろいろ雑談動画、YouTube としてね、やってますけどね、今日の動画は本当に再生されるかどうか、私も不安です。まずこんなサービスあったんですね。返信依頼郵便についてね、説明しようと思います。なんじゃこれって。なんじゃこれと思うし、私もね、正直言います。これに関してはなんじゃこれと思ってます。こんなんあったのって言ってね。料金はね、320円にプラス基本料金に、一般書き留め料金、これ必ず書き留めにする、しないといけませんっていうやつらしいんですけど、で、返信はがきの送料、さらにね、返信はがきの送料は別で言います。で、手数料。がなんかかかるそうです。なんかまあケースによってなんかいろいろ変わってくるので、もう料金は進みません、載せませんし、出すことになった場合には具体的に郵便局で確認してみてください。すいません、確か言いようがねえです、これに関しては。で、たぶんこんなの本当に需要あんのって思うんですけど、そのうちもサービスとしてなくなるんじゃないかなと思いますけどね。で、サスラス郵便局は、料金コーナーの差し出す郵便物は、料金効能の定型外郵便物にかけられますと。定型外郵便物でないとダメなんですって。料金効能って時点でね、料金効能の契約結んでるね、企業さんでないとできませんからね、まあ、本当にね、あれなんですけどね。一応まあサービスとしてあるらしいですね。これはさすがにすみません。これ、私でね、ちょっと送ってみたとかできませんからね、これ。で、配達時、ちなみに一回も扱ったことありません、この郵便。配達時、または窓口で受取人に郵便物を渡す際に、郵便はがきの返信を依頼するというサービスらしいです。返信依頼郵便。で、返信を強制できるサービスではないらしいですよ。じゃあ、普通に、ね、アンケートはがきね、届いた荷物にアンケートはがき入れといて、それ送ってもらえばええやん、だけの話なんですけど、だけの話なんですけどね、何なんでしょうね、これって。今はね、もうインター、なんならね、QR コード読み込んで、スマホでね、そのままアンケートできますからね、このご時世にこんな、こんな金払って、こんなの出す人いるのかなと思うんですけど。受け取ったことがある人、差し出したことがある方、ぜひね、いたらね、教えてほしいです。ね、ちょっと、こういう風な使い方がありますよっていうのを教えてほしいんですけど、これ、実際に本当に今、現行で取引あるのかなと思うんですけどね。で、いや、まあ、一応、届いたら、一応、郵便局員さんの方にね、やり方ね、言っとくと、返信依頼郵便っていうのが一般書き留めで、要は特殊室に行ったら交付されるらしいんですよ。特殊室通りに行ったらね、はい、取りに行くじゃないですか。まあ、これ郵便局の配達員、周配の人だけの話になってますけど、すると、ね、まあ、書き留めとかビーってね、刺す、合わせてね、で、交付書をね、受理して、利用性受理して、ピッピッピッってやってね、そこからそのまま受理して、ね、そこからね、送信してね、ちゃんとね、受注の交付不受注がないかね、未受注がないか確認してね、で、DOS 送信してとかってあるじゃないですか。あの時に本人限定じゃない、この返信依頼郵便っていうのは返信依頼郵便っていうふうに書いてなんか入ってるらしいんですよ。で、それがあった場合には、こういうふうにして、渡すときにね、郵便ですって言って、書き留めですって言ってね、返信依頼郵便の書き留めで届いてますので、ぜひ、郵便はがき、中に入っております、郵便はがき、返信してくださいって言って渡すらしいんです。聞いたことあります？私、別にこれ、これ教えてもらったことないけどな。ね、郵便局の人でも知らない人いるじゃないかなと思うぐらい、本当に聞いたことがないサービスなんで、多分これやるぐらいだったら普通にね、通販とかでやるんでしたらね、アンケートはがき入れといてね、アンケートはがき入れとくのは大丈夫ですからね、大丈夫ですからね、はがき、私が今回商品買ってくれてありがとうございますっていうはがきを入れとくと NG になるんですよ、実は。アンケート用のハガキをピラッと入れておくのは、これはものなんで大丈夫なんで、これがハガキに根拠は、私たちのね、商品を買ってくれてありがとうございますとかって言ってて、ね、代々さん今日は買ってくれてありがとうとかって書くと、これは通信になるんで、新書に当たって、実は U パックで送れないとか、まあ、実はあるんですけど、まあ、それはまた新書の話でしましょう。これだけで多分1時間は取れる自信ありますんで、一応こういった返信依頼郵便っていうのがあるんですね、ということです。もう本当に土の子です。もうこれに関しては土の子郵便だと思ってください。これと、
これと引き受け時刻証明おお、これはね一生見ることないじゃない。引き受け時刻証明はただね、本当ね、あの一応私たちでも送ることができるんでね、一応試しに一回聞いてみようかなと思いますけどね。まあ、そんな感じで、もうこれに関してはもう本当に分かりません。そのうちなくなるかもしれませんねっていうサービスだと思います。一応まだホームページに書いてあるんであるみたいです。まあ、あの詳しくね、具体的に見たい方はあのホームページ見てもらったら、日本郵便でね、この返信依頼郵便って言って入れるとね、どうもあの一応公式サイトにサービス内容載ってますんで、ご確認いただければと思います。一応この動画これぐらいにしてみたら、あ、ちなみにこれあの返信依頼郵便ってどうやって出したらいいんですかって郵便局の人に聞いたらね、窓口に行って聞いたら、え、何ですかそれって言われても、あの責めないであげてくださいあのさすがにこれは俺知らなくても私は責めることはできませんっていうぐらい変なサービスです。一応ありますってことで説明しておきます。以上です。ご視聴ありがとうございました。